はい、皆さんこんにちは。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、ジャイアンツ、入れ替えが行われたというところで、僕のその選手に対する印象であったりとか、成績なんかも振り返りながらですね、この入れ替えの意図というところを探っていきたいなというふうに思ってます。はい、まず結論なんですけども、降格したのは4名の選手で、昇格したのは3名の選手というところで、1人、足りないというかね、枠は余ってるわけですよ。で、僕の後で詳しく見ていくんですけども、僕の見解としては、今高橋礼投手落ちましたけども、先発の駒というところが少なくなってるので、スポット的に、もしかしたら、オープナーというかね、そういった形で、上げてくる可能性も僕あるのかなというふうに思ってます。そして、後で詳しく見ていきますが、上がってきた選手で、2名の選手がね、キャッチャーができるというところで、岸田選手の状態っていうところも少しね、僕的にはちょっと不安というかね、なんで2人上げたんだろうっていうところはちょっとあるので、そこも踏まえながらね、詳しく見ていきたいと思いますんで、ぜひジャイアンツファンの方がいらっしゃいましたら、最後まで見ていただけると幸いです。よろしくお願いします。はい、っていうところで、まず降格した4名の選手の成績であったりとか、僕の印象とか、僕が思うことみたいなところを話していきたいと思います。はい、まず高橋礼投手ね、成績見ていきたいんですけども、合計で言うと8試合投げてまして、防御率が 2.23 で、2勝2敗で、ウィップに関しては 1.12 というところになってます。その全体の成績としては僕は悪くないんじゃないかなっていうところはあるんですが、5月だけの成績を見るとですね、0勝2敗、防御率 5.25 で、ウィップに関しては 1.92 というところになっております。はい。3月、4月非常にいい調子だったんだけども、5月ちょっとね、あまり良くないというところで、落とされたのかなっていう感じあります。はい。昨日かな、ブチ切れ僕しましたけども、やはり、ピッチの内容だと思うんです。で、安倍監督もどんどんね、真ん中投げ込んでいけと。バッターも打ち損じると。相手も切羽詰まっとんやと。っていうふうに、ずっと言ってました。そこで、高橋礼投手、昨日3点を先制してもらって、そのイニングの最初にフォアボール、しかもストレートのフォアボールを出してしまうというところで、やはりその内容が悪いというかね、現状その合計のね、成績を見るといいんだけども、ここ最近の内容、いかがなもんかなっていうところで、落とされたんだと思います。はい。僕はね、ストレートの被打率とか見ても、低いですし、どんどん僕はゾーンに投げ込んでいったらいいと思うんですよね。キャッチャーのリード、ミットめがけて投げ込んでいったらいいと思うんですよね。で、打たれる時もありますと。やはり、こんだけ3月、4月抑えてるわけですから、相手チームもですね、研究を重ねてきますというところで、プロそんなに甘くないですというのはね、高橋礼投手が一番わかってると思うので、そこでね、やはりその、安倍監督っていうのは、結果ももちろんそうなんだけど、過程というかね、そういった取り組みの姿勢とか、やるべきことやろうよっていうところは、結構ね、厳しくシビアに見てるのかなっていうところはあるので、そこをね、高橋礼投手、最短の10日間で戻ってくるのか、それはちょっとわからないですけども、桑田監督ともね、お話ししたりとか、いろいろね、試行錯誤を重ねて、またね、上がってきてほしいなというふうに思ってます。はい、次、降格者のこれ、佐々木選手ね。はい、開幕スタメン、抜擢されてました佐々木選手ですけども、初の2軍なのかな、っていうところになります。で、成績見ていきますと、40試合出ておりまして、2割3分4厘、5打点、0ホームラン。で、得点圏は結構高くてですね、2割9分4厘。で、2盗塁、ちょっと書いてないですけども、2盗塁。で、ちょっと僕が気になったところはですね、121打席あって32個三振してる。三振の打率で言うと、三振率で言うと、4割ぐらいがあるっていうところで、非常にその、バットに当てず何もできないっていう打席が多いんじゃないかなっていうところは、僕思いました。で、5月だけの成績見るとですね、14試合で打率2割1分6厘、0打点、0ホームラン。で、得点圏が2割。で、0盗塁。で、この5月でもですね、39打席の中、10個三振っていうところで、結構ね、僕は、
佐々木選手はちょっと三振がちょっと多いんじゃないかなっていうところは正直あると思います。で、佐々木選手、まあ、主にね、まあ、2番、まあ、1番、2番、まあ、8番とかね、その辺に入ったこと、入ることが多かったですけども、やはりですね、求められてるものっていうのは、まあ、やはりそのホームランとかではなくて、つなぎ役であったりとか、出塁して、かき回して、相手を困惑させるみたいなところの意味合いが僕大きいと思うんです。で、そこで、それをやるためにはですね、やはりバットに当てて、自分の自慢の足を使っていくっていうところが僕は非常に大事だと思うんですけども、そこをね、やはり先ほど言いましたように三振がちょっとあまりにも多いと思うので、そこがあまりできてないというところ。で、まあ、開幕前僕多分言ったことあると思うんですけども、やはり速い球に対して、なかなかこう引っ張りきれない。特に2番バッターとかで入った時に、まあ、繋いでいくっていうところで、できればライト方向に引っ張って、まあ、1、2塁間を抜いたりとかね、そういうヒットで1、3塁を作って、チャンス拡大みたいなところをしてくれれば一番理想なんですけども、それがね、なかなかできないっていうか、特にまあ、150キロ近くをね、投げるピッチャー、もっと球速いピッチャーもたくさんいますし、そこの、対応っていうのが、やはり社会人でもね、なかなかこんなピッチャーっていうのはなかなかいないですから、そこでの、速い球に対する対応、うん、引っ張りきれない。で、引っ張ろうとするんだけど、ヘッドが寝てしまって、レフトフライ、みたいな打撃が非常に多いなっていうところはあったんで、まあ、まあ、そろそろ落とされるやろうなっていう感じはしてたんですけども、まあ、ここで、2軍に降格というところでございます。はい。で、3人目はですね、秋広選手ね。秋広選手。まあ、成績見ていきたいんですけど、まあ、7試合しか出ておりませんと。で、打率が2割1分1厘。で、0打点、0ホームラン。まあ、その19打数4安打で、2割1分1厘になってます。まあ、秋広選手ね。まあ、いろんな X であったりとか、まあ、その、ヤフーコメント、ヤフーコメっていうんかなっていうところを見てたら、やはり秋広選手をじっくりこう、なんていうんだろう、使って、うん、育てていってほしいっていうコメントをたくさん見受けられるんです。で、僕もそのコメントには、まあ、賛成なんです。実はね。なんですけども、多分ですけど、安倍監督も同じように思ってると思うんです。なんですが、それを、なんていうんだろう、思えないというか、そうしたいんだけど、そこまで思えない何かがあると思うんです。で、僕、ちょっと前も言いましたけども、守備のね、対応もそうですし、やはりその、なんて言うんだろう、なんて言うんだろうな、ここでもし2軍に上がってきて、2軍であんまり打ってなかったじゃないですか。で、1軍に上がってきて、で、わかんないけど、まあ、慣れたりとかね。やっぱ2軍で打てなくても1軍で打てる選手もいるわけなんで、そこで秋広選手がね、パカパカって、打ってくれたら、まあ、守備もね、多少、まあ、目つぶるというか、なんて言うんだろう。目つぶったらダメなんですけど、まあ、打ってくれてるから、その、使おうかっていう話になってくると思うんですけども、やはり、一軍に上がってきて、まあ、7試合しか出てないから、まあ、なんとも言えないんだけど、まあ、その、内容であったりとか、その守備のね、対応もそうですし、もしかしたら内部での、取り組み方であったりとか、これはちょっと、ないんじゃないかっていうところも、もしかしたらあったかもしれない。だから、安倍監督も大きく育てたいというか、うん、去年もね、あれだけの実績を上げたんで、使っていきたいっていうのはあるんだろうけど、そこまでその本人のその取り組みなのか、守備なのか、打撃の内容なのか、そこは多分複合的だと思うんですけども、そこがまだね、安倍監督のその、まあ、ここまで行ってくれるんだったら大きく育てようか、みたいなところのラインまで僕は行けてないと思うんですよね。だから、ファンのみんなはそういう思いを持ってる、安倍監督も思ってるけども、苦渋の決断というかね、落とすんじゃないかなっていうふうに僕思うんです。で、最後4人目はですね、山瀬選手ね。山瀬選手も、まあ1試合しか出てなくて、打率も0割というところで、2打席しか立ってないというところで、降格になります。まあ山瀬選手、まあその、記事でありました。昨日かな、途中から出たんだけど、その、自慢の肩なのに、山瀬選手の一番のストロングポイントは肩なのに、イニング間の送球で、なんかワンバンを2回投げたりとかっていう風なところをしてると、それはないんじゃないかっていうコメントありましたけども、まあ、X でやったりとか、ま、いろいろ見てても、いろんなコメントあるんですよ。そんなん関係ないやろとか、なんかその、山瀬は、肩が強くてあんまり相手が走ってこないからわざとワンバンを投げたとか言ってる人もいてね。まあ、それは違うだろうと僕は思ったんですけども、まあそのやはり僕もこれ言われたことあるんですよ。僕も例えば育成選手でまあ2軍のね試合に出るってなった時にやはり
イニング間の送球でもそうですし、例えばこう、守備位置までね、こう、ダッシュで行くこともそうですし、やっぱそういう振る舞いであったりとか、なんて言うんだろう、当たり前のことなんだけど、それっていうのはやっぱ見てるわけですよ、みんな。みんなとは言わないけど、見てる人はやっぱ見てるんですよ。で、僕もそうでした。その、やはり、守備というところを買われて、2軍にね、帯同したりとか、やってましたから、そこで、例えばこう、キャッチングの一つでもそうですし、ワンバウンドの止め方一つでもそうですし、イニング間のスローイングも一つもそうですけども、やはり試合と同じ感じでね、僕は投げてました。それぐらい緊張感を持ってやってました。なぜかというと、僕は育成選手でその立場にないから、やはりちょっとでも、よく見える。やっぱりその試合を想定してやってるなと思われないと、やはり次使ってもらえないから。で、僕の場合は、育成選手で2軍っていう立場でしたけども、山瀬捕手も、1軍で言ったらその立場だと思うんです。やはり小林選手とか、岸田選手とか大城さんがいて、なかなかこうね、チャンスは1軍でもらえてないという中ね、そのイニング間であったりとか、もしかしたらシートノックとか、そういったところもそうだと思うんですけども、そういう、試合に出ないかもしれない。出る可能性が少ないかもしれないけど、そういう、試合じゃないところでもしっかりよ、振る舞いを見せるというか、しっかりやってますよっていうのを見せる。それはやっぱりバッテリーコーチもそうだし、安倍監督もキャッチャーの元の監督なんだから、そこは絶対見てるんですよ。で、それで点差開いて、あ、じゃあ誰出そうかなってなった時に、あ、じゃあ山瀬、イニング間の送球も良かったし、シートノックでも声出してたし、動きも良かったし、じゃあ山瀬今日出そうかって、やっぱなるわけですよ。やっぱ人間やから。監督でも人間やから。だから、会社とかでもそうでしょ？全部が全部実力主義かって言ったら多分そうではないはずなんですよ。やはり普段のこいつま、ちゃんとやってんなとか、実力はないかもしれないけど、やっぱりきっちりやってんなと、信頼できるなってやっぱ思われるから、こうね、プロジェクトに選ばれたりとかするわけじゃないですか。山瀬捕手もそれは一緒だと思うんですね。だからそこを逆に記者とかにコメントとして残してくれるっていうのは僕はすごく安倍監督のね、対応っていうのは僕はいいと思うし、山瀬捕手もやっぱり、多分そういうちゃんとした気持ちでやってたと思うんですけども、そこもね、やっぱ気抜いたらあかんなっていうところは正直あるのかなというふうに思います。はい。じゃあちょっとね、次昇格した選手っていうところを見ていきたいと思います。4名下がりまして、3名上がってきました。はい。で、ピッチャー、野手、野手という形になります。はい。見ていきます。馬場投手ね、まず馬場投手。で、ファームの試合の成績はですね、14試合で、防御率が 3.86 で、2勝1敗になってます。で、ウィップが 1.21 で、奪三振率が結構高くですね、10.29 で、被打率も高い。で、2割8分3厘という形になってます。まあ僕は2軍の試合を、まあメインで見てるわけじゃないので、まあちょっと、詳しくね、言えるわけではないんですけども、まあこの成績だけ見ると、まあなんで上がってきたんだろうっていうのが正直なところです。まあ実際ね、奪三振率が 10.29、高いっていうのは非常にいいと思います。ただ、被打率が2割8分3厘っていうのも結構高いなっていう感じはするんで、どうなのかなっていう、一回試しじゃないけど、まあ現役ドラフトで入ってきて、まだ1軍でね、登板してないんですよ。オープン戦では投げてましたけども。っていうところで、まあちょっと試しじゃないけどっていうところで上げてるのかなっていう感じは正直否めないなって僕は思いました。まあ見てないんでね、あんまり詳しいこと言えないんだけど、僕はその成績だけ見るとそういう感じはしました。で、二人目が小森選手ね。で、2軍で26試合で打率が1割7分9厘、67打数12安打で、5打点で0ホームランで、OPS が462で、得点圏がね、3割5分7厘っていうところで、非常にチャンスに強い打撃はできてると。ただ、これもね、なんで上げたんだろうっていうところは正直あるんですよね。で、まあ、1割7分9厘なんでね。だから、まあ、いくらいいところで売ってるって言っても、どうなのかなっていう感じがします。で、先ほど言ったように、もしかしたら、岸田捕手の状態が悪くて、まあ、捕手もできるんでっていうところで上げたのかもしれないですけども、それにしても、まあ、どうなのかなっていうところは正直あって、もしかしたら、その、内部でね、その、なんて言うんだろう。こういう、まあ、小売さんとか、馬場さんとか、あんま成績出してないのになんで一番上がってんねやろっていう風に言われてなかったらいいなって思ってて、正直ね。正直言うと。
まあ、やはり、その2軍監督の意向もありますし、推薦とかもありますし、逆に1軍の監督からの引っ張り上げっていうのもあるんで、まあ、やはり1軍の監督がこの選手を1軍で見たいっていう方が、意見的には強いんで、そこでね、小堀選手を、まあ、上げてきたっていうのはどうなのかなっていう、まあ、成績だけ見るとね、僕もその2軍の試合の全部の打席見てるわけじゃないし、あまあ、詳しいこと言えないんだけど、その成績で決めるとなんで開けたんだろうっていうところはあります。で最後は北選手ね。この選手もキャッチャーですね。で30試合出てまして打率2割7分4厘で73打数20安打で9打点1ホームランで OPS が677で得点圏も2割8分というところで、まあ実際、この3名の選手の中では一番成績を出してるんじゃないかなというふうに思います。まあやはり山瀬選手が落ちたっていうところで、まあ三人目のキャッチャーっていうところで、まあ、いなくなるんでね。そこで、まあ、北選手っていうところで、まあ、この成績なんで、状態はおそらくいいと思うので、この選出っていうのは僕はいいのかなっていうふうに思います。なので、その先ほど言ったように、その馬場選手と小堀選手っていうところで、まあ、成績だけ見るとですよ。なんで上げたんかなっていう感じはしますと。で、先ほど冒頭にも言いましたけども、4名下がって3名、上がってるというところで、まあ、1名ね、足りないというところで、まあそのオープナーというか誰が投げるのかっていうところでしたね。高橋礼投手落ちましたし、で、昨日グリフィン投手がですね、まあその足首かな、捻挫したかな、なんか怪我したっていうところも入ってきたりとか、結構ね今ちょっとね巨人怪しいなっていうところ、ピッチャーがね初めずっと硬いって言われてて、盤石やって言われてたけど、ちょっとね、まあ菅野さんのまあ体調不良 であったりとか。まあ、高橋礼投手の降格であったりとか、グリフィン・メンデスの不調であったりとかっていうところで、ちょっと交流戦が28日から始まるのかなっていうところで、セリーグは詰まってるんで、順位がね、まあ、点差っていうか、ゲーム差が開いてないんで、まあ、その、交流戦でのその結果っていうところで、一気にガラッとその、変わってくると思うので、そこで、この交流戦があと1週間ぐらいで入ってくる中で、このチーム状況っていうのはちょっとまずいなっていう感じはしてるし、交流戦をね、どれだけの勝敗での、終えるかっていうのが、毎年ね、その、優勝する、チームの、まあ、その、なんて言うんだろう、大切なところになってきてるので、そこで今のこの状態っていうのはどうなのかなっていう風なところは思います。はい、そんな感じでね、今日は4名の降格選手と3名の昇格選手についてお話していきました。はい、ですね、ちょっと先発陣がちょっと怪しくなってきてるというところで、ちょっと非常にちょっと怖い気がするというか、ちょっと今3位に落ちてるでしょ？で、4位、5位、6位もそんなにゲーム差が開いてないというところがあるんで、そこでね、交流戦前、もそうですし、交流戦に入ってから、まあ、セリーグの球団とやらないので、一気にね、勝って、負けて負けて、みたいな感じだったら、一気に、裏返ったりするんで、そこはね、ちょっとね、やってってほしい、しっかりやってってほしいというふうに思いますし、まあ、その、僕も2軍全部見てないんで、ちょっと変な発言してしまって申し訳ないんですけど、その成績だけ見るとね、そんな感じがするし、まあ今、ファームでも今村さんでやったりとか、まあ、畑さんとかもね、非常に頑張ってるっていうのが、記事で入ってきてますから、そういった選手もね、いつ上がってくるのかというところも今後注力していきたいなというふうに思います。はい、そんな感じで今日は終わっていきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わっていきます。じゃあね、バイバイ。